暑いです、すごい暑さです。アスファルトの照り返しがすごい。今回は100均グッズで熱中症対策として有効だったものというのをご紹介したいと思います。いろいろ試してみました。ここに来るまでにもこのネックファンとか濡らしておいて首に巻いて気化熱を利用してこう首が涼しいよというような首の温度を下げるマフラーみたいなもの、これしばらく前からあったんですけれど、現実使っているとすぐ乾いてしまって言うほど効果がなかったというのもありました。ヒエロンみたいなものも今売られて非常に安くなっていますけれど、この瞬間にパーンと割って冷やすタイプの冷凍パックみたいなのですね。すごく効果あるんですけれど、持続時間が非常に短いのです。一時的、瞬間っていう時ならいいんですけれど、ずっと持ち歩くっていうとこのネックファンの方が効果がありました。今まででいろいろなアイテム売られているの片っ端から使ってみたんですけれど、結果的に熱中症対策一番効果があったのは意外ですけどこれでした。100均で売っている普通のこのスプレーボトルですね、水がシュッと出るタイプ、水鉄砲みたいにこう水の玉がピュッピュッと出るタイプではなくて、こうシュッとやった時にこうやってミスト状に霧が出るタイプがいいです。こういうタイプもありますね、ハンドガンタイプ。これちょっと大型ですけど、こっちは実はオートバイに乗るときに缶ホルダーとかグローブボックスに入れておいて、信号で止まったときにこう首元にシュッシュッとかけるのに使うのにはグローブしてますので、こういうガンタイプの方が使いやすかったんですね。パーキングエリアとか街中ですとか、大量にミストを空中に噴射してその下に行くと涼しいというタイプありますけれど、そうなんです、ミストって涼しいんです。これ自体は冷たい水を入れておかなくても霧状になって体についた時点でもう気化熱で冷えますので、そうなんです、汗と考えれば、汗ってこう皮膚首周り冷やすのにこう汗かきますよね。ただ汗をかくと塩分ミネラルも出てしまいますけど、これだったら汗かく前にシュッシュッ巻いて首元、あと手とか濡らしてしまうと、霧で湿らせるとそれだけでかなり一瞬で涼しいです。これ自体が体温とか外気温で温まっていてもシュッかけると皮膚の表面は結構涼しいんです。これ涼しいんです。特にこれ、こういったものとかクールファンとか扇子なんかと併用するとめちゃくちゃ涼しかったです。例えばこれペットボトルを下げておく、カラビナがついているペットボトル入れ、これもちょっとウレタンみたいな素材で保温効果があるんですけれど、これ別にペットボトルとか缶じゃなくてもこういうのでもさっと入れてこうぶら下げておくことができますので、ズボンの横に垂らしておいて、暑くなったらこう首元にシュッシュッシュッ、そういうのを繰り返していると濡れている間、しばらく濡れてますから汗かいてるのと同じ状態を人工的に自分で積極的に作れるわけですよね。しかも汗のようにベタベタしないですし、暑い中で酷暑の中ですからすぐ乾いてなくなってしまいます、残らないんですね。冷房とかのところへ入るとちょっと涼しすぎるぐらいですけれど、外でこう歩き回っているレベルでしたらこれかけたらすぐ乾いちゃいます。そういうビルとかの施設にあるミストを自分で持ち歩いているようなもんですけど、あのミストは大量に水使ってますよね。でもこれこんなちょっとしか入ってないですけど、自分の首にピンポイントでかけてるだけですから、あんまり量を必要としません。満タンにして出かけるとほぼ1日歩き回ってるのに1本で足りてしまいます。ただの水ですから、どこか施設のトイレとかで水を補充しても大丈夫ですし、まあそういうところの水嫌だったら自動販売機でお水買ってこの中に補充してもいいですけれど、1本で相当長時間足りてしまいます。ピンポイントで自分の首とか腕とかに近づけてシュッするだけですから、量をあんまり必要としなかったです。これは使ってみて気がついた点です。このネックファンを使いながらこれをかけると、
ネックファンって外気温がすごく温まっている時に使うと熱風が自分の首元に来てしまうのでちょっと暑かったんですけれど、汗をかいている時は熱風のようなものすごく暑いところでも効果がありました。つまり濡れてれば風を当てて気化熱で涼しくするものすごく冷やせるんですね。汗をかいている状態ならこれ効くならば、これで汗をかいている状態を自分で作ってしまおうということでした。すごい暑さです。アスファルトの照り返しがすごいビシビシ体にきますけど、そういう時これがあると。ちょっとだけこうこうやって濡れてるだけで、歩いてる風だけでも十分涼しいです。ネックファン、外で風が出ている時は、特にネックファン必要性ないので、無風の時とか室内とか風がないところでは効果的ですけど、風があるところではこれ使わなくても十分これだけで涼しいです。歩行者天国なので道路の真ん中歩いちゃってますが、照り返しでやっぱりすごい暑いです。5分ぐらい経ちましたけど、まだなんとなく濡れています。濡れている間はそれなりに涼しいです。非常に効果が高かったです。なんか単純なお話でそういう感じもありますけれど、現実これが一番効果がありました。100円です。中身はただの水です。特別なものいらないと思います。アルコールを浮遊しているものとかも売っていますけれど、ただの水で大丈夫だと思います。私はむしろ成分何にも入ってないただの水の方が乾いた時安心なので、首元、あと腕なんかにこうシュッシュッとやっていたんですが、顔にシュッとかけても涼しかったです。もう暑いっていう時に顔にこれやるとひんやりしてすごく良かったです。顔にシュッシュッとやると非常に清涼感あって、特にこれを使っている時もそうでしたけれど、外を歩いていると風が吹いただけで表面だけっていうことじゃなく、熱中症でこうボーっとしてたのの体温落とせました。人間の元々の構造でこう首とか額とか頭とか汗をかいてそれで体温調節してるくらいですから、これで体温そこそこ落ちるんですね。私これ使うまでは表面皮1枚の温度だけしか下がんないかなと思っていたんです。でもやってみたら結構これで涼しくなりました。体の芯の方まで熱中症でこう熱を持って熱くなってしまうとなかなか下がらないので、太い血管が流れているところによくヒアロンとかを、あと保冷剤とかをこう例えば脇の下とか首とかに直接当てるといいって言いますけど、そうなっちゃう前の段階でしたらこれを首にシュッシュッ、歩いてて暑いなと思ったら時々出してシュッシュッ、歩いて乾いてきちゃった、またシュッシュッ、もう20分に1回とか15分に1回とかでいいと思います。そうやっておくだけで1回シュッシュッってやっても瞬間で乾いちゃうわけではなくて、しばらく5分ぐらいはそのまま汗の代わりにこう濡れてて少しずつ乾いて気化熱で涼しい思いしていられますので、時々思い出したら暑くなったらシュッシュッ、1本持ってるとご家族でみんなで出かけたり、どなたかとお二人で出かけたりとき相手にもシュッシュッ、ちょっとやっていい、首元やろっか、そんなのでもいいと思います。それでもこの1本で結構1日足りてしまいました。ミストスプレーすごくコスパが良くて、たったこれだけなんですけれど、いろいろテストしていろいろな100円グッズでもそういう量販店で売っているグッズっていうので、あんまり効くのか効かないのか分かんないなと思いながら試してみたけど、やっぱり効果なかったというのが夏の熱中症対策グッズで多かった中でこれが一番効果がありました。おすすめです。100円ですし、よかったらお試しください。ただし水をかけてしまって洋服とかをジャージャー濡らしてしまうと色落ちですとか、冷たいところ冷房のところに行った時冷えすぎちゃって風邪をひいちゃったりとか、そういうこともあると思いますので、これ本来の使い方ではありませんので、お試しの際は自己責任でやってみてください。今回は100均で一番手軽に手に入ってなおかつシンプルだけど一番効果があった私の熱中症対策のやり方です。風が出るものと併用して使われると効果的でした。これ単体でも結構効果あります。